遥か昔のお話のような、なんかちょっと不思議な気持ちになりますよね。あの時があったから今があるじゃないですけど。 AKB48 先が不安、ずっといて大丈夫なのかなっていう。胸を張って AKB48 に入りましたっていうのは言えなかったですね。なんか毎日来てくれる人がいたんですよ。少しずつ少しずつ席が埋まってくるのが分かってて、初めて満員割れという感じ。その人たちのために頑張らなきゃなって。Kチームとしてやるメンバーです。チーム同士ぶつからなければいけないみたいな危機感を感じない子はいないと思います。やっぱりもうみたいな、やらされたこともあったし、まあ、その時はもうやるしかなかったですけど、やっぱり大声ダイヤモンドですかね。少しずつだけど同年代の子だったりとか、あ、この曲は好きだなっていう風に言ってくれたり、なんかこう元気になれたりとか、そういう勇気とか、等身大の子たちが何かを発信するっていう。イケメンが本当に好きで。前田敦子。やっぱ一人じゃ歩けないんですよね。どうしても。それだけは言っておきたいです。スタミナのおかげで AKB はここにあります。 AKB が紹介されるときに、その萌えとかじゃなくて、秋葉原初アイドルでもなくて、国民的、ここまでの歩み方は正しかったのかなとは思いますね、今思えば。NHK 紅白第2位はティーム A 所属、まっすぐの1本の 42.195 キロよりも曲がり角があった 42.195 キロの方が楽しいなとは思います。中身が具合悪いんだからふざけんじゃねえ。取りに来よう。あー悔しい。全部詰まってますよね、やっぱり。チーム4です。あえざーあっこーよっしゃ行くぞー。みんなで支え合ってもっともっと上登っていきましょう。どうして生きていくのか分からないです。そんなに近かった。でここに立つまでは遠かった。6年半かかったスタートライン、本当に嬉しいです。もちろん満席の中みんなでAKB48 ですって言いたいですよ。